先週、フランスで行われた、アムンディー・エビアン選手権、で日本女子4人目のメジャー優勝者になった古江彩香。クラブセッティングを共に作り上げているブリジストンの中原総一郎氏が、新メジャー女王の、クラブ見、について明かす。とにかく古江と接していて感じるのが、歴代のすごい選手と一緒で、感覚の精度が高い。重さ、長さ。 角度など敏感に反応する。測り直すと確かに言っている通りということが多いです。という点。その繊細さでクラブの持つポテンシャルを最大に引き出しているようだ。今回のエビアンを前に中原氏が驚かされたことがあった。エッチの相談があったので新しいものを送ったらエビアンに持って行ってびっくりしました。 大舞台を迎えるにあたり、50度と54度を刷新。ひときわ繊細な感覚が求められるクラブを、ぶっつけ、に近い形で投入した。とはいえ、もちろん闇雲にそうしたわけではないことは、長年、震えを見守ってきた担当者のこんな話を聞いても伝わってくる。すごくこだわりがあって、自分で試した上で性能の良さを感じないと買えない。 特にショートゲームが生命線の選手ですし、距離など思い描いた通りに打てないと使ってもらえません。つまり、ピタリとハマる一本を見つけたことになる。このウェッジについては、まだ発表前のもので詳細については何も明かされていない。ただ形状を見ると、重心が高く、それによりスピン性能を上げる工夫が凝らされている。またウェッジについては、 こんな、裏話、も教えてくれた。ベッチのヘッド交換の頻度が、アメリカに行ってから早くなりました。私がメジャー州などで日本から会場に行くときには、必ず、同モデルの別ヘッドを、持って行きました。日本よりも厳しいセッティングで戦っているんだな、ということが伝わってきます。日本よりも地面に小石や砂も多いし、 溝の摩耗も激しい。ただ、そのシビアなセッティングで戦っているからこそ、道具にもさらにこだわりたいんだと思います。それ以外は、あまりクラブを変えない、という震えらしく、開幕時から不動のエースが集まっている。ドライバーは同社の B3MAX だが、これについてもテスト段階から、早く使いたい、と言っていたほどの一本だ。 あのドライバーに変えてから直進性が強まり当たりが厚くなりました。古江選手はアメリカで戦い始めてからクラブの入社格が変わったんです。それに伴ってスピン量も以前のクラブで3000程度あったものが、これに変えて2400から2500くらいに抑えられました。これにより乱も稼げるし、風にも強くなって、トータルの飛距離も伸びています。 ドライビングディスタンスを見ると昨年は245.44ヤードだったのに対し、今年はここまで250.75ヤードを記録している。日本でフルシーズン戦った2020から21年シーズンが233.51ヤードだったことを考えると、この部分での渡米後の進化は明確。その部分にさらに力を貸している一本ということもわかる。 クラブに対しての基準がしっかりしています。という震えの要望を叶えようと、中原氏も日々、奔走している。ずっともったいない試合が続いてましたし、いつ勝ってもおかしくないと思っていました。勝つための準備ができていたんだと思います。これまでも、もったいないボギーを消したら勝ってるじゃん。ってことも結構ありましたもんね、わら。 たっぷりとクラブの相談を受ける準備を整えながら中原氏も震えの帰国を待つ。